20階の部屋に来ています。こちら西向きの窓なんですが、あちらに JR タワーがはっきりと見えます。そして左手の方を見てみますと、テレビ塔を見ることもできます。札幌の JR 名古屋駅近くに完成した地上27階建てのタワーマンション。部屋は 1LDK から 4LDK で300戸あり、平均販売価格は4000万円台。すでに8割が契約済みとなっています。周辺にあまり大きな建物がないと、南向けで日が入ってきますので、札幌駅と比べると、一つ、ずれてるだけですけども、比較的リーズナブルになっております。札幌駅の隣という好立地にもかかわらず、大規模な開発が行われていなかった苗穂駅周辺、今再開発が急ピッチで進んでいます。そして今日お披露目されたのが、苗穂という駅がガラリと変わるところがあると思います。まちづくりの目玉となる空中通路とは、再開発が進み札幌駅まで1駅というアクセスの良さでも人気を集めている苗穂駅周辺、それをさらに進める鍵になるのが、来月4日に利用が始まる空中通路です。駅と北側にあるマンション、商業施設のアリオ札幌がつながれています。将来的には駅南側の病院や高層マンションとも結ばれ、雪や雨に濡れることなく出かけることができます。つながってもらえると、冬場とかだったら寒いから、あなたこう上通れたらすごい暖かいなって天気とかひどい日とかだったらやっぱりこっちの方がいいかもしれないですね。今まで苗穂という駅がですね、皆さんイメージされているところからガラリと変わるところがあると思います。で、特に商業施設とかですね、ご利用いただきながら新たなですね、苗穂の魅力っていうものを感じていただければなと思います。駅を中心として住宅や病院などが一体となった街づくり、高齢化社会の新たなモデルになるかもしれません。